憲政週刊プラスワンです。さて今日のテーマは電車です。急に涼しくなってこう電車に揺られて旅をしたくなる季節になりましたよね。滋賀県には琵琶湖をぐるりと取り囲むように電車が走っています。そうなんです。まずはこちらをご覧ください。 JR 琵琶湖線は京都から米原、 JR 北陸本線がその米原から大見塩津、そして JR 湖西線が大見塩津から山品と、このようにぐるりと一周しています。で滋賀県では琵琶湖環状線というふうに呼んでいます。とても大きな環状線ですけれども、本当に電車でこう琵琶湖を一周できるんですね。そうなんですよ。ただ実はですね、このように一周できるようになったのは最近のことなんですね。でそれまでは電車を運行しています電気システムが区間によって違う箇所がありましたので、乗り継ぎが大変不便だったんですね。そうですね。そこで県内どこからでも1時間で移動できるように、北と南、東と西の地域の交流が進み、滋賀県全体が元気になるようにと進められたのが琵琶湖環状線構想です。でこの取り組みは昭和61年にスタートしました。地域の皆さんの努力もありまして、平成18年10月に琵琶湖をぐるりと一周することができる琵琶湖環状線が開業したんです。はい、開業から今年は5周年です。どう便利になったのでしょうか。そして地域は元気になったのでしょうか。今日は琵琶湖環状線がもたらした効果を考えたいと思います。その効果といいますと、やはり新快速が増えましたよね。そうですね。でその結果、京阪神からのアクセスというのが飛躍的にこう進歩したんですね。そうですね。通勤で利用するという方もいらっしゃるでしょうし、観光で訪れる方も随分増えたでしょうね。そうなんです。そこで北陸本線川崎駅の休日の状況を取材してきました。旧湖北町にある JR 川崎駅です。駅の近くに戦国の城小谷城があり、休日ともなると多くの観光客やハイカーでにぎわいます。駅を管理している方に利用状況を聞いてみました。どうですか、最近お客さんって多いですか。そうですね、直流化されましてね、京都大阪方面から新快速が直接入ってきましてね、たくさんのお客さんが訪れております。また今年は NHK ドラマが放映されまして、日本全国からたくさんのお客様がお見えになっております。今日も湖北エコミュージアム推進協議会主催のハイキング、初秋に小郷のふるさと小谷城を訪ねるが開催されるため、多くの参加者が川崎駅に集合しています。今日はどちらから参加されたんですか。京都から来ました。まずなぜ今日はこのウォーキングに参加されようと思ったんですか。やっぱり大河ドラマでやってるんで、娘も興味、歴史興味あるんで、それで一緒に来ました。今日はどちらから参加されますか。兵庫県から。木の元から。大津市からです。兵庫県の三田市から来ました。大阪です。前回も行きたかったんですが天気悪くて、今日晴れて嬉しいです、楽しみです。はい、県内からの参加者以外に京阪神からも多くの方が来られていることが分かります。ハイキングのボランティアガイドをする湖北歴史探訪会では、このチャンスを生かし一過性のイベントに終わらせることなく、地域を知ってもらう活動を続けていきたいと考えています。川崎駅っていうのは昔は人が少なかったんですが、環状線できるということでね、そのことによって小谷山へ来てくれる人がたくさん増えました。そういうことで地域の活性化のために、とにかくまた地域を知ってもらうために一生懸命頑張っております。これからもずっと何年間もできるだけ続けてやっていきたいと、でたくさんの人に川崎駅を利用してほしいというような願いで、これからも続けてやっていきたいと思います。どうぞ、たくさん来てください。京阪神方面から、たくさん人が来られてましたけれども、こう県外の方に滋賀県のことをもっと知ってもらえるようになったというのは嬉しいですよね。そうですよね。そして駅を利用される観光客の方が増えたということで、琵琶湖環状線の効果があるということですね。早速現れてますね。で川崎駅はこうお城の形をしたすごく綺麗な駅ですよね。そうなんですよ。小谷城をイメージされて作られたそうなんですけれども、この琵琶湖環状線の開業を目指しまして、各駅の駅舎も綺麗に
回収されたんですね、はい、で先ほどの川崎駅もそうなんですが、はい、例えばこちら JR 長原駅です。北欧をイメージしたログハウス風コミュニティハウスになっているんです。なんかこう温かみがありますね。ありますね。でその他大見塩津駅や木の本駅もきれいになっています。でそして JR 虎姫駅は駅舎の機能と商業施設が一体となったコミュニティハウスになっているんですね。コミュニティハウスということはこう駅が地域の拠点になっているということなんですか。はい、そうなんです。 JR 虎姫駅です。ログハウス風の温かな雰囲気を醸し出しています。この駅を管理しているのは株式会社まちづくり虎姫。何か住民の力で地域を活性化させたいという思いで作られた会社です。直流化を機に玄関口である虎姫の駅を中心に活性化を行いたいということで新しく新築しまして、で、まあ、それだけではこう単に駅が新しくなったというだけですので、何かこう地域の人にとってもこうメリットがあるようなものということで集客力のある、まあ、お店を2つほど入れさせていただいて、まあ、地域の方に喜んでいただきたいなという思いで、テナントの方も2店舗新たに入っていただきました。お店の1つパンの小屋アムール、全品105円と大変リーズナブル。毎日60種類以上のパンが並び、地元のお客さんに大人気。しかも働くスタッフは地元の主婦や学生の皆さんと会って地域の活性化に一役買っています。そうですね、こちらに来ていただけるのは皆さん割とやっぱり地元の方で、地元の方に応援してもらいながらなんかお店やらせてもらってるって感じですね。この駅自体せっかくこんなに可愛いお店になってるんで、できましたらもう虎姫をまだご存知ない方もたくさんいらっしゃるんで、うちのお店の発展と一緒にこの虎姫駅ももっとたくさんの人が来ていただいたらいいなとは思うんですけども。その他株式会社まちづくり虎姫では駅前を利用した虎の市を毎月1回開催するなど地域を盛り上げようと頑張っています。こちら駅を新しくさせていただきまして、まあ、取っかかりとしてはこれでよかったのかなというふうに思っておりますけれども、今後他にも我々とは別にですね、また地元で頑張っておられる方もたくさんいると思いますので、やはり同じベクトルを持った者同士、結束してですね、さらにこう大きな力で地域をこう盛り上げていきたいなというふうに思っています。車に乗る人が増えてこの JR 虎姫駅を利用する人が減るのをですね、なんとか食い止めてこの街の中心である虎姫駅周辺を元気にしようと皆さん頑張っていらっしゃいますよね。そうですよね。駅というのはこう電車を利用する、交通手段だけではなくて、地元の人のコミュニティを深める場でもあるということを改めて感じましたね。そうですね。でまた駅というのはその街の顔ですし、また地域の一つの資産でもありますので、この琵琶湖環状線を利用しない手はないですよね。そうですよね。でそこで行われていますのが、琵琶湖環状線を利用した小学生の体験学習です。9月8日木曜日 JR 草津駅です。これから草津市立静小学校4年生136人が琵琶湖線に乗車し、高島市にある牧野サニービーチを目指します。これは JR 西日本の協力で行われている琵琶湖一周体験学習です。電車に乗り込んだ子どもたち、少し興奮気味ですが、車窓を流れる景色や止まる駅などをチェックしています。草津駅を出発した電車は50分ほどで最初の乗り換え駅、長浜駅に到着しました。滋賀県に住んでいるので、琵琶湖は身近なものだと思うんですけれども、なかなか近くにあって見られないものだと思うんです。琵琶湖の大きさを実際に電車に乗って体験したり、それから美しさを知るためのものでもあります。で滋賀県の勉強もしますので、どんな市があるかとか、どんな駅に泊まるかっていうこともチェックしながら乗っています。長浜駅からは北陸本線、滋賀県最北の駅大見塩津駅を目指します。今回の体験学習は滋賀県が進めている琵琶湖環状線小学生体験学習プログラム支援事業を利用して行われたものです。この事業は琵琶湖環状線を利用することにより、
県内小学生に琵琶湖を中心とした滋賀県のことを学習するとともに、集団行動や公共マナーなどの社会性を身につけ、また鉄道に親しみを持ってもらおうと取り組まれているものです。長浜駅から20分ほどで大見塩津駅に到着。ここで湖西線に乗り換えます。琵琶湖環状線が開業する前は乗り継ぎが不便でしたが、今では簡単に湖北から湖西へ移動することが可能になっています。そして大見塩津駅から10分ほどで牧野駅に到着。いよいよ琵琶湖牧野サニービーチは目の前です。子どもたちは琵琶湖の美しさにびっくり。波打ち際で遊んだり水に入ったりして、まだまだ暑い初秋の琵琶湖を楽しみました。この後お弁当を食べ、湖岸で環境学習をした子どもたちは牧野駅から南回りで草津駅へ戻り、琵琶湖一周電車の旅は終了しました。はい、運行本数が増えて乗り継ぎが便利になったことで、草津からこう琵琶湖を挟んだ西の牧野まで行けるようになり、そしてこういった体験学習ができるようになったということなんですよね。ですよね、はい、京阪神からの利便性がこう良くなっただけではなくて、滋賀県全体を見ましても琵琶湖環状線の利用効果というものが出てますよね。そうですね、はいはい、でご紹介しました事業は平成19年からスタートしています。で昨年度の実績は73校5504人の子どもたちが利用したんですね。でそしてこの体験学習に参加しました児童の皆さんには、こちらの電車の旅といった冊子ですとか JR 西日本さんからのご提供で、ご覧のようなオリジナルの鉛筆のセットを教材として渡しているんです。こういったことでも電車をより身近に感じることができますよね。いいですよね。はい、さて5周年を迎える琵琶湖環状線ですが、課題はどうなんでしょうか。はい、最近の経済情勢の悪化ですとか、高速道路休日割引などで、利用が伸び悩んでいるということが挙げられるんですね。はい、でまたより地域の実情に沿ったですね、利便性の向上というのが必要とされているんです。例えば通勤通学時間帯の列車が減っておりまして、そのために、通学やこうする時の生徒さん子どもたちで会社に行く人たち、そういう人たちが利用しにくいダイヤになっていることなどが挙げられます。そういった課題を解決するためにも、もっとこう電車を利用することが大切になってきますよね。そうなんですよね。で、駅を中心とした街づくりをさらに進めていくということ、そして地元の方にももっと利用してもらうためのキャンペーン、そして観光客の方に向けたキャンペーンの実施なども必要となってきます。利用者が増えますと JR の方でも本数を増やそうかなっていうふうになりますからね。長浜で開催されています豪浅井三姉妹博覧会もですね、もうすぐフィナーレを迎えますので、ぜひ皆さんもね、列車に乗って湖北の方に出かけてみられてはいかがでしょうか。さあそれではここでお知らせです。琵琶湖環状線5周年記念イベントをご紹介します。長浜鉄道スクエアでは10月1日から30日まで写真展北陸本線湖北寺の旅が開催されます。琵琶湖環状線開業の数年前より現在に至るまでの間、米原から敦賀間で撮影した美しい風景や情景の中を行く様々な列車の写真を展示します。そして SL 北琵琶湖号も走りますよ。全席予約制となっています。たまにはこう車を置いてですね、便利でそして環境にも優しい電車を利用して、地域がこう盛り上がるように応援していきたいですよね。以上特集でした。